日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、というわけで本日、まあ多分この動画撮影しているんじゃなくて公開しているのは11月1日なのですが、本日をもちまして自分は33歳になりました。まあ毎年出るんですけども、まあ、33歳ともなってくるとさすがにバカ騒ぎ、誕生日でバカ騒ぎするという年ではないのですが、やっぱりそれでも1年を迎えるとまた心機一転頑張ろうという気持ちになれます。というわけでまた1年よろしくお願いしますね。というわけでやっぱり誕生日といえばケーキですよね。こちらいろんな昨年の誕生日のケーキでもお世話になった地元のもみの木さんというケーキ屋でいろんなケーキを買ってきました。あれホールケーキじゃないんですかと突っ込まれるかもしれません。はい、最初はホールケーキを買いに行ったの買おうかなと思って行ったんですけど、なんか置いてあったホールケーキが去年も食べたベリーのタルトしかなかったんですね。で、まあ同じもの食べても仕方ないので、まあホールケーキにこだわる必要はないかと思って秋らしさを感じられるケーキを使ってみました。ちょっと残念なことになってますけど、というわけで、これ以上被害は増やしたくない。まずはケーキの中でも異質なこちらのかぼちゃプリンから食べていきたいと思います。結構重量感ありますね。まあ予定通りに公開していれば昨日がハロウィンだったので、そのハロウィンでもあったんでしょう。このお飾りもなんだか可愛い。それではおっと、あの顔は描いてないんですね、ジャックオランタンの。そこはちょっと残念かも。ではお野菜プリンいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。嬉しい話じゃないのよ。さあ私たちと一緒にまた頑張っていきましょう。はい、そのための力をあなたたちからいただきますよ。やっぱり秋の味覚といえば栗だな。だけどさつまいもやかぼちゃだって甘い、そして優しいというのが本当に口の中から伝わってきます。1日遅れのハロウィンというのも捨てがたいですね。まあ実際はそういうわけではないんです。そして和栗やクリームースはどうだろう。モンブランはド直球できますね。変化球もあればド直球もあってどれも美味しいです。他のケーキもまた食べに行きますね。それじゃありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。最初に食べたもちろんのかぼちゃプリンですが、かぼちゃの優しい甘さがとろーっと口の中でとろけてきて心が癒される、そんな味でした。やっぱりかぼちゃは優しい甘さが売りのスイーツです。スイーツじゃないよ、野菜ですね。それで次に、その次にモンブラン、和栗ロール、栗ムースという3つの栗ケーキを食べ続けに食べたんですが、モンブランは割とシンプルな栗の優しい甘さが広がってきて、コリッとした食感やさっぱりとしたスポンジケーキがある、あ割といろんな人年代に受けそうな味商品にまとまっていました。一方で和栗はあと結構なんだろうな、ラム酒かブランデーかそういったお酒の香り味がかなり強く出ていたので、小さなお子様が食べるには向かないと思います。あとお酒に、まあ、自分も弱いので弱い人も食べられなくはないですが、栗を求めてしまってお酒に負けるとな部分もありますね。ですが栗の甘さも感じることができました。栗ムースも同様の傾向が見られましたが、和栗に比べると香りはやや控えめです。なのでちょっと大人の栗を味わいたいのであれば栗ムース、まあ、なんか安全な変化球はいらないので、とにかく栗を楽しみたいという場合はモンブランがおすすめです。で、まあ近くにお店がある、全国展開のお店ではないのであくまで近くに住まわれていればの話です。うん、そのことを忘れてた。で、さらに紫芋のタルトですが、さつまいもの優しい甘さで、紫だとちょっとと普段食べるさつまいもと甘さの感じ方が違って、より優しくねっとりとした甘さを感じることができました。紫芋全般がそうなのか、それとも
もみの木さんで使われている紫芋だけはそうなのかは自分には判断できませんが、どことなく通常のさつまいもよりもさらに優しい甘さを感じることができましたね。で、最後に食べた抹茶ケーキ、これは飽き感ないかなとは思ったのですが、まあ失礼ですけどね、食べてみると中から栗が出てきて、きっちり秋の味覚を楽しむことができました。で、甘さはかなり控えめで、どちらかというと苦味の強い、今回食べた中では少し変化球のケーキでした。ですが、抹茶が好きなので嬉しく美味しくいただきました。今回の中だと自分はやはり秋の味覚である栗を一番楽しむことができたという点で、モンブランが一番好みでした。なので代表として5点とさせていただきます。次はホールケーキ食べたいな、まあ、来年かその余裕なら。では七福神参り、ロックンロールなのでやらずなり、いやいやお参りはしましょうよというわけで、まあ第1年頑張りたいと思います。33歳の日常演舞もあなたにいろんな食レポや、まあ最近できてませんけど、歌やダンスの動画も届けていきたいと思いますので、応援していただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると本当に嬉しいです。また一新規一点よろしくお願いしますね。では演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。